おごめん、大分の高っち親方です。皆様、ゴリパラ見聞録という番組をご存知でしょうか。こちらの九州福岡で放送されている、まあですね、芸人3人組のですね、旅バラエティ番組です。今回2021年4月この10周年イベントの企画の一つ、ゴリパラひなぐオンラインイベントが開催されました。そのですね、オンラインイベントの簡単な感想を、まあ、皆様に共有いたします。まあ、あくまでもこちらですね、有料のイベントでありますし、まあ、動画公開時はまだ期限が残っているということで、まあ、あくまでも、まあ、見どころやですね、目次、こういうところがありますよというところのみをご紹介して、まあ、各オチですね、結果じゃどうなったのというところは申し訳ございません。省略させていただきますのでご了承ください。まあ、それでもですね、このゴリパラ見聞録、そしてこのオンラインイベントのね、楽しさ、魅力が、まあ、一人でも多くの方に伝わればいいなという思いで更新いたします。どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずはじめに、まあ、そもそもゴリパラ見聞録ってどんな番組なのということで、番組の紹介を行います。これちらですね、先ほどもご紹介いたしましたが、渡辺エンターテインメント所属の、3名のお笑い芸人、ゴリケンさん、そしてパラシュート部隊のお二人、斉藤優さん、矢野ペペさんのですね、3人がその全国各地を飛び回る旅行バラエティ番組です。視聴者からこの場所行ってほしいというところを集めます。そしてですね、集まった中からアンミダクジってですね、行き先を一箇所決めます。で、その目的地に行ったら、そこで写真を撮って視聴者に最後メールを送るという一連の流れ、これが一つのミッションでございます。この一つのミッション、目的地について2週に分けて放送する、前編後編というスタイルをとっております。毎週金曜日の夜中の12時55分からの30分番組、まあ、実質あの土曜日に入っているという段階です。で、これあのテレビ西日本、フジテレビ系列で放送されています。実は私、あの今大分暮らしなんですけれども、まあ、ありがたいことにケーブルテレビに入っておりまして、福岡派を見ることができるんです。もうだから、あのもうリアルタイムでもう金曜の夜ウッキウキしながら、見ております。もうこの番組もですね、この10周年になって、まあ、あのゴリパラキッズと呼ばれる、いわゆるゴリパラのファンの人も多くてですね、まあ、いろんな BS などでも放送されているようです。でですね、まあ、私がまあ出会ったのは2017年ぐらいですね。たまたまあの福岡県南部の筑後川温泉というところに、まあ、民宿に泊まってました。で、その後ね、その時テレビ西日本見ていたら、ね、ずっとテレビでセブン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 って、あのゴリパラ見聞録の DVD 第7弾の CM がもういっぱい流れてたんですね。で、よく見ると、あ、水曜どうでしょうみたいだねと思って、ハマりました。ちょうどですね、この2017年、私もその水曜どうでしょうにですね、どっぷりハマるきっかけとなった時期でして、でちょうど旅動画、私も今 YouTube やってますけれども、 YouTube で、あ、水曜どうでしょうみたいにこうパンチの効いた面白い旅動画記録に残して皆さんに紹介したいなというところで、ちょうどこの水曜どうでしょうとか旅番組に興味を持っていた時期です。で、その中でゴリパラ見聞録であった、なんていいタイミングなんだということでゴリパラにハマりました。で、現在ではこのですね、オンラインイベントもですね、参加するぐらいの、まあ、そこそこのゴリパラキッズです。続きまして、今回のそのひなぐオンラインフェス、オンラインイベントのですね、内容を簡単にご紹介いたします。まあ、ゴリパラ見聞録もこの10周年を迎えましたということで、いろんな10周年に向けてね、で企画、いろんなこういうことをやりたいということを、まあ、3名のですね、ゴリパラのメンバーの皆さんが、まあ、プレゼンをいたしました。その中で、ゴリケンさんがですね、このふるさと熊本県八代市ひなぐの PR もしたいということでですね、まあその一環、ひなぐでこう、あのファン感謝祭、このファンと交流する、まあ面白いこうイベントをやろうということで、まあもともと提案されたものです。で、本来であればこの2020年にですね、のちょうど4月
1年前にですね行われる予定も、まあこの新型コロナウイルスの影響で残念ながら中止となりました。で今回ですねこのオンラインという形で行われました。まああの水曜どうでしょうみたいなね、水曜どうでしょう祭りのように、もう本当いろいろ、まあゴリパラに関するですね、まあメンバーやですねスタッフ、そしてですねいろんなあのゴリパラキッズとか、まあいろいろですね、こうまさにこのファン、まあゴリパラ好きには本当にたまらないいろんなコンテンツやいろんな人物があって、そして実際にこのオンラインでチャットという形でですねメッセージを送って、実際にこうファンと交流する、ファンの反応ね、ゴリパラキッズの反応を見るという、まあ面白い、企画でございます。まあ私はあいにくそのリアルタイムではちょっと視聴できませんでしたので、まあこの2週間あるアーカイブからまあ何日かに分けてまあ拝見してしましたけど、やっぱこれ面白いですよ。普通の本編もそうですし、まあこの後紹介しますけど、いやこのもうゴリケンさん自体がやっぱり面白い、ところもありますので、まあぜひですね今回まあオンラインでしたけれども、またねコロナも落ち着いていつかこの生でですね私もゴリパラの皆さん、ゴリケンさんとはあの2019年の1月に熊本城でたまたまお会いしたことありますけれども、まだパラシュート部隊のお二人にはお会いしたことないので、いつかこうねファン感謝祭イベントで会いたいと思っております。さあいよいよ今回のそのひなぐフェスの、内容簡単にご紹介いたします。このオチをご紹介できないのは大変申し訳ございません。まあいくつかですねございまして、まあ大きく5つご紹介いたします。まずはですね、ひなぐちくわ姫コンテストでございます。まあこのひなぐ地区のですね、まあミスを決めたいということで、まあミスひなぐということで、ちくわひなぐといえばまあ有名な食べ物がひなぐちくわでございます。それをモチーフとしたまあミスですね、ひなぐを決めたいということで、まあ実際はですねその最終的なちくわ姫はですね、一般公募でこのリアル、今度オンラインではなくリアルでのイベントの際に行うということです。今回はですねそのまあリアルイベントに向けたアシスタントを決めるコンテストが行われました。4名の女性がエントリーし、そしてこの書き込みですねゴリパラキッズの、まあ、投票で1位が決まるということです。まあ、4名アナウンサーやらですね芸人さん、そしてマネージャーさんも登場しました。結果がね面白い、こういう結果になるかというところでございましたが、もう4名とも本当それぞれ個性爆発しておりますので、ぜひねまたご覧になってない方期限内にご覧ください。まあ、1名だけ私、個人的なことでご紹介いたしますと、マネージャーのひじやさんですね、泥に谷と書いてひじやとね、呼びますけれども、まあ、マネージャーさんなんですけれども、去年の夏は私もちょっと気になってですね、まあ、実はちょっと調べたんですよ。そうするとびっくり、まずひじやさんは大分県出身なんですね。大分県の東部の、出身で、お父さんがなんか議員さんを務めてらっしゃるという、お話が、まあ、本番中にもありましたけども、でよくよくこれ実はまあ、Facebook を調べたんですと、なんと、まあ、私の友人、まあ、A 君ですね、予備校と、大学が実は同級生で同じ学部だったんですけれども、その彼 A 君の高校時代の友達同級生がひじやさんだったということが分かりました。世間狭いね、なんか私本当びっくりしまして、これでかなり親近感を覚えましたね。ひじやさんもしお会いすることがありましたら、A 君の話もしたいなというふうに思っております。続きまして、三等化中継ということで、まあ、ひなぐからの中継ですね、まあ、温泉街で昔ながらの雰囲気を残す町でございますけれども、そこからこうですね中継をして、このね中継がまた面白いんですよ。まあひなぐのですね、先ほどご紹介したひなぐちくわや、まあ、温泉の旅館なども紹介するんですけれども、まあ突っ込みどころ満載な
面白いこうちょっとグダグダな感じになってるのがまたゴリパラらしいなと思いますし、で随所にですね、実はあの種田三等価が出てきます。まあ種田三等価というのはですね、まあ放浪の旅をされてた方でですね、こう僧侶の格好をしながらこう各地ですね、九州はじめいろんなところを歩かれてました。それこそ私の地元大分県豊後野市にもですね、三等価来て足跡、ね、井戸とかも残ってますし、まあ、大分県ですと湯の平温泉とか中津市などでも結構ですね、有名になっております。で種田三等価、実はゴリケンさんちょっと敵対視してるというか嫉妬してるというかムズムズしてるんですね。というのもそのゴリケンさん曰くですね、種田三等価は結構このひなご温泉でいろいろ歌とか残してて、結構ひなごに関して恩を感じてる、感謝してると思ってこうひなごのことをですね、こうね褒めていただいてると思いきや、実は他の温泉地とかそういう湯の平とかもそうなんですけれども、どこでもいろいろと同じようなこと言っててがっかりしたと、ただ飯ばっか食いやがってとかいろいろ言ってましたけどもね、まあそういうところでこうまあ因縁といいますか、まあゴリケンさんと三等価の関係結構面白いんですけれども、種田三等価がちょくちょく出てきますし、そしてひなぐのスターヒーローも登場します。まあ、私自身はひなぐは2019年の10月にですね、あの温泉巡りさせていただきまして、幸ヶ丘さんというあの温泉神社や万平の近くにある旅館に入りましたけど、あのツルッツルでこの家庭的なタイル張りがなんと良かったですし、あのマスターのおもてなしも本当にありがたかったです。まあ、その翌年ですね、ぐらいかちょびっと後ぐらいですかね、ちなみに大学の同窓会があって、日向出身の女の子にですね、その幸ヶ丘さんの話すると、本当あそこはいい温泉だよということでですね、共感していただいたのを覚えてます。またね、私もゆっくり、まあ、日向には金パローというね立派な旅館もありますし、こう今回のこの三等価中継とか見ながらも、俺やっぱこう泊まってゆっくりこう散策したいなというのをもう真面目にこう感じましたね。熊本時代ちょっとあの肥後高田というところのですね、高田小学校かどっかであの子供たちと宿泊したことはありますが、あの日向温泉はちょっと通りすがりだったのがまあ残念だったかなというふうに思ってます。いや行きたいですね。また続きまして、のスタッフとですねゴリパラさんの帽子投げ対決ということで、まあ制作陣ですね、阿部ちゃんとか、トミさんね、ディレクターの今回実は髪型が変わって髪の丸々が変わっておりますので、それも実はこの、オンラインフェスタの見どころの一つだったんですけれどもがですね、とあとゴリパラの3人でですね帽子を投げて、ですねそのまあとある芸人に帽子を投げてスポットボール節が入れば優勝という勝負ですね、これがまたねグダグダのすごい熱戦となっております。でちなみにその帽子のですね、まあ、いわゆる輪投げの的になったのが、有名な今ですね鍋さんという芸人、ご存知でしょうか。髪の毛がですねだんだんとこう剥げていくという、もうあのインスタ映えというか、バズるような、今ね全国でもこの間私ちょうどリアルタイムで見てたんですけど、だんだんと髪の毛が薄くなっていくという、もうね、すんごい特技を持った芸人さんが登場するんで、鍋さんもですね注目でございます。で4つ目がですね、あのひなぐのアニメです。これゴリケンさんもですねおっしゃってましたけども、まああの間のこう合間合間にこう2回ぐらい放送されたですねアニメなんですけれども、まあちくわをモチーフとしたちくわんという犬、これゴリケンさんが声優で、ちくわにというですね、ワニのですねクロコダイルとかですかね、アリゲーターをですね斉藤優さんがやって、でちくわしというわし鳥をですね矢野ペペさんがそれぞれ声優として、まあひなぐに関するクイズを出す、もうアニメですね、ひなぐアニメということで、全部ゴリケンさんがオリジナルのキャラクターなんですけれども、まあこれがね本当また面白い、これが私一番好きでしたね。もうもはやまあ進行役やってるちくわんがですね主人公といいますか、もうほぼ
ゴリケンさん町田さんそのものになってて、ちくわにとちくわしさんからも突っ込まれてましたけどね、ゴリケンさんここら辺はパカッタゴリケンさんらしいマイペースというか素が出てしまうというか、本当面白いというか、もう全然台本にないような言葉が言って、おいお前ゴリケンに戻ってるぞとか、キャラがお前自分でゴリケン、お前自分でキャラ決めとけとか言って、お前自分が決まってないんじゃないかってね、ちくわにさん、斉藤優さんから、おい、しっかりしれよみたいなことを言われてるのが、ほんと面白かったですね。まあ、要は CM のですね、間つなぎで、このアニメ流れたんですけれども、それを見ていた斉藤優さんが、ほんと面白かった。これいいねと。どんどんシリーズ化して、なんか、ピチコ野球部みたいだなっていう感じで、昔、ありましたね、ミニ CM。ピチコ野球部って言って、アニメで、ほんと、リーゼントの、キャラと、猫のキャラだったかな、2人で例えば甲子園目指して頑張ろうって言ったんですけど、いや実際今まだメンバー2人しかいませんからねって言って、そこで終了するようなこうショートアニメというかですね、結構こうキャラそれぞれ、ね、キャラ立ってて面白かったですし、ね、ちくわじゃないひなぐのクイズを、ね、出しながら、まあ、ボケるというですね、まあ、下ネタオンパレードの本当ゴリパラらしいグダグダというか、もう本当自由奔放なアニメ。これ本当連続シリーズとかですね、とか長編でも見てみたいなというふうに思いました。で、最後ですね、一つの見どころだったのが、パラシュート部隊相撲対決です。まあ、ゴリパラ見聞録ご覧いただいた方はですね、過去にですね、このパラシュート部隊の2人がですねガチの相撲をした、ね、場面も印象的でしょうが、今回もその、ね、再現ということで、パラシュート部隊矢野ペペさんと斉藤優さんがガチの相撲をします。今回はですね高級なスーツケース、まあ、バッグですね、10万11万ぐらいするですね高級スーツをかけてですねケースをかけて、勝った要は負けた方が勝った方にですね自腹で勝者にプレゼントするという企画です。まあ、これ一つ見どころが、斉藤優さんは矢野ペペさんが実はすでに100万借りてる状況なんですよ。これ実は過去の作品というか通常の放送回見ると、分かるんですけれども、100万借りてる中でもしここで斉藤優さん負けたら111万かなんかもっと増えるんですよ。そういう、まあ、ちょっとゴリパラ関係文録にはお金の話が出てきます。ちょっとえぐいですよ、正直。ですけれども、今回もね、そのお金というか、高級スーツケースをかけたガチの相撲です。ただ今回はですね、実は斉藤優さんが膝を負傷されてまして、代わりに指相撲を行います。これがね、本当にまた、ガチで気合が入った面白い、いい意味で本当、ハラハラドキドキする、ちょっとエキサイティングな展開になっております。で、そこで行事のゴリケンさんが相変わらずマイペースで水を差していたり、逆に面白かったりというところが見どころでございます。まあ、以上のですね、まあ、もちろんそれ以外にもいろいろちっちゃいコーナーとか、まあですね、それぞれ結果がまあ気になるところでございますが、そこは申し訳ございません。有料コンテンツということで、私もここまでで、止めたいと思います。まあ、とにかくですね、本当にどの項目も、とにかくキャラが濃いとか、もうゴリパラらしたですね、ちょっと勢いで乗ったり、逆にグダグダになったりというところが見どころなですね、今回のオンラインフェスでございました。さあ、ということでですね、もう、まあ、すいません、大変ね、ポイントだけで説明でしたけれども、それでも相変わらずね、結構長々喋ってしまいましたけども、それだけ見どころがあり、こう、面白い、番組でした。本当、ゴリパラ見聞録の皆様、ね、ひなぐの皆様、本当にありがとうございました。いや、やっぱこう、元気もらいますね。まあ、コロナ禍でこう、リアルでですね、こう、ひなぐの風を感じるとか、ゴリパラさんのこのね、パフォーマンスを見るということはまだ、叶わないのは残念です。ただ、オンラインならではでもですね、こういうふうに楽しめることとか、ファンからのコメント、リアクションがあることとかですね、これは一つ大きな、まあ、こう、思い出になったなというふうな感じでいます。ですね、本当、まあ、
実はこの後も今ね、夜リアルタイムでまたゴリパラ見録ありますけれども楽しみでございますし、またですね、今現在はゴリパラ見録は、まあ、コロナの関係で福岡県内のみのですね旅となっています。まあ福岡アンバサダーということで、実際ですね知事からも任命されて福岡のことをもっとですね、観光のことをもっと紹介して PR してほしいということでですね、素敵な役もですねになっておりますので、ね、またあのゴリパラ見聞録の皆さんとね、いろんな旅やですね思い出やトークでね盛り上がって、そしてまあ私たちキッズも元気をもらいたいですね。ということでですね、今回はひなぐオンラインフェスの簡単な感想でございました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。あの高評価もお待ちしておりますし、まあ、私自身もですね、あの旅動画、最近はそのゴリパラ見聞録とか、あの水曜どうでしょうみたいにこう長編で、かつこう字幕とか、あの音響でですね、こうパンチがある作品は少ないんですけれども、また徐々にですね、その友達と長旅するときはそういう感じにもしたいですし、まあ細切れながらもあの九州とか、まあ大分と熊本を中心にですね、魅力を発信してまいりますので、私のチャンネルも、まあ実は本当ゴリパラ見聞録も目指しているところ実はありますので、楽しあの頑張ってまいります。どうかお付き合いのほどこれからもよろしくお願いいたします。それではまたドスコイ。